どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話ということで、1週間のキャッシュレスえホテル、航空会社のニュースねえ、まとめて紹介していきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。 はい。ということで、えー、まずですね、こちらです。ユナイテッド航空の、えー、こちらは必要マイル数の、ね、ページなんですけども、羽田からシンガポールということで、えー、3万5000マイルで表示がされておりますよね。先日、えー、ユナイテッド航空のマイレージプラスね、必要マイル数アップをね、紹介させていただいたと思うんですけども、あれからですね、なんと翌日になってですね、少し調整が入りまして、こちらね、羽田からシンガポール、このアジア間、シンガポールとかクアラルンプールとか、 あと、バンコクとかもそうなんですけども、38,500マイルがね、えー、当てられてたわけなんですけども、なんと翌日になったらですね、少しね、下がっておりましたね。えー、ですので、少し、えー、調整入 のかもしれないです、ね、まあ、いずれにしてもですね、この羽田からシンガポールね、まあ、ネインサーチャージはかからないですけども、まあ、アラスカ航空とかで行くとね、ここ2万5千で行けてしまいますんで、まあ、マリオットポイントからね、交換するとね、えー、ユナイテッド航空は6万ポイント3万マイルにね、交換できますんで、まあ、難しいところではあるわけなんですけども、まあ、必要マイル数はね、まあ、依然として高いっていうところで、今回ね、このね、羽田、シンガポールもそうですし、調整が入っているところが、えー、ね、台北も 一、ね、万九千三百マイルだったところが一万七千五百マイルにね、えー、変わっていたり、あとね、国内もですね、ちょっと改善が見られまして、今までね、五万0五千五百マイル片道ね、羽、えー、田から、えー、札幌、伊、え、丹、ー、板見 福岡、えー、羽田エリアだったら片道5500マイルだったんですけどもなんとね5000マイルに引き下げられておりますまあこれもね今回の、えー、対応でね調整が入ったわけなんですけどもまあこれもちょっと不思議ですよねいつまで持つか正直わかんないですけども羽田から札幌伊丹福岡に関しては5000マイル羽田から えー、沖縄とかね、8800だったと思いますけれども、8000マイルにね、改善しているっていうふうになります。これはね、朗報なんですけども、ここだけなぜか良くなってるんでね、これはちょっとね、びっくりなわけなんですけども、一応ね、改善は見られております。それでは次です。ちょっとね、こちらはリマインドになりますけれども、えー、ヒルトンホテルね、えー、ダブルポイントキャンペーン。前回の動画でね、詳しくやりましたけれども、まあ、ベースポイントが2倍になるキャンペーンね、5月2日より開始になって、 おります。こちらね、あのエントリーが必要になりますんで、まだエントリーしてなかったよっていう方是非、ね、ぜひねエントリーしてから利用ねしてください。で、溜まるポイントはベースポイントが2倍になりますので、まあ、ボーナスポイントとかね2倍になりませんので、まあベースポイント詳しく知りたいって方は前回ねあの詳しくやりましたんで、ね、そちらの動画ねぜひチェックしてください。えそれでは次ですね。こちらね非常に珍しいキャンペーンが来ておりまして、こちらね私に来ておりまして、PayPay のねアプリを開くとこちらが出ておりまして対象 者限定でクレジットカードの設定変更で1000ポイントもらえるキャンペーンということで5月15日までにミッションを達成すると1000ポイントペイペイポイントをプレゼントということで5月1日から5月15日にね来ておりましてこちらのねキャンペーンの上下条件ですね 支払い方法から、ペイペイカード、ペイペイカードゴールド以外のクレジットカードをすべて消去する。まあ、こうすると1000ポイントもらえちゃうっていう風になりまして、このバナーがね、出た方限定みたいなんですけども、来てないかチェックしてください。これね、まあ、クレジットカードの設定消去するだけで1000円もらえるっていう風になりますんで、これは結構びっくりですよね。それでは次です。ANA モールですね。結構いいキャンペーンが来ております。えゴールデンウィーク5倍。さらにね、ANA カードだったら1倍という ということで、こちらね、キャンペーンが5月1日から5月6日月曜日まで開催されております。こちらね、キャンペーン中、エントリーしていただいて、ANA モールにて商品を購入していただくと、100円につき5マイルを積算いたしますということで、すごいですよね。1万円分購入すると、なんとね、ANA カードで決済すると、600マイルがね、もらえるっていう風になるんですよね。 これね、結構いいですよね。まあ、こちらね、クーポンとか、えー、引とかですね、そういったものをね、利用してしまうと、購入金額だけがね、対象になったりで、マイルのご利用は対象外だったりするわけなんですけども、 1万円の購入で600マイル貯まるのであればですね、こちらね、かなりいいのではないのかなと思います。この ANA モールっていうのはですね、ANA の商品だけではなくてですね、普通にね、iPhone とかも売ってるようなね、えー、感じになりますので、もしね、何か購入されるっていう方は、一応こちらね、チェックしていただいて、まあ、マイルね、もらえるんだったらこっちの方がいいみたいなね、えー、感じで利用ね、してみていただければなと思います。1万円の購入で600マイル貯まるのであれば、えー、6%還元という風になりますんで、 これはね結構いいですよね。 それでは次です。JTB からですね、モニターツアーがやっております。えご応募いただいた中から抽選で合計70組140名様にハワイ、ヨーロッパ、沖縄本島の無料モニターツアーが当たるということで、これいいですよね。ぜひ皆さんこちらね、行けそうな方は申し込んでください。応募受付は5月の1日から5月の15日。旅行期間は6月の14日から7月の18日ということで、ハワイとヨーロッパ、 えー、沖縄本島ということでハワイの場合はホノルルですね5日間モニターツアーの体験ポイントということでハイアットリージェンシーがね利用することができたりハイバスとかもね利用することができるみたいですのでこれはねめちゃくちゃいいですよねでこちらですねこのホノルルにはですね飛行機がついていて旅行代金ゼロ円で利用することができて3泊5日ですよねで注意してほしいのはこのねヨーロッパだけねこれ 飛行機ついてないみたいなんですよね。はい、ヨーロッパ、ライトクルーズ利用で、ミラノ、ベネチア、ローマを回る、イタリア終了6日間ということで、ミラノ、ベネチア、ローマをね、えー、回ることができるということで、えー、こちらのポイントは、スーツケースなど大きなインフラはバスに預けたままで OK。観光地から観光地、えー、または観光地からホテルまではバスで移動できるので、快適。日本語を話せる現地登場員がバスに同乗しているので、 観光地の詳細やおすすめの食事スポットなどを気軽に日本語でご相談いただけますもんね。これめちゃくちゃいいですよね。普通に頼んだらね、かなり高額になりそうなんですけども、こちらはこの周遊ツアーだけ利用することができるということで、日本からイタリアのね、航空券は、まあ、自分でね、手配しなきゃいけないんですけども、これね、かなり応募する人少なそうじゃないですかここまでね、あの、行かなきゃいけないんでね、自分でね。 はい。マイラーの方だったら結構ね、気軽に行けるのではないかと思いますので、狙い目はこちらなんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ沖縄ね、3日間で、こちらね、飛行機ついてると思うんですけども、ルネッサンスリゾート沖縄、海ぶどうとかね、こういったのも楽しめるということで、 これね、無料でモニターツアーなんでね、行けそうな方はぜひ応募してみていただければなと思います。それでは次にですね、とうとうね、我が家にも固定資産税の支払いがやってまいりました。楽天ペイでね、請求書支払いで利用させていただきました。もちろんね、ルートとしては、アメックスから au ペイプリペイドで、Apple Pay でオンにチャージしていただいて、ちょっと足りない分をですね、ミニストップでオン払いで 楽天バリアブルカードね、購入させていただいて、えチャージさしえ、チャージして楽天ペイでねえ、支払ったっていうところですね。まあ皆さんね、あの、到着している方、これから到着する方ね、あの、税金の支払いね、あると思いますけども、チャージルートね、利用して、 支払いね、してみていただければなぁと思います。それでは次にですね、こちらアハモで、またね、楽天モバイルもね、最強子供プログラムも開始になりまして、えこれね、非常にいいと思います。まあ、アハモといえばですね、え月々の利用金額は20ギガで2970円。 この20ギガっていうのが海外データ通信もね、含まれるということで、まあ海外ね、旅行好きな方ね、こちら持たれてる方非常に多いと思うんですけども、アハモもですね、乗り換えキャンペーンでなんと2万ポイントもらえるキャンペーンがね、来ております。こちら5月31日で、えー、エントリーがね、必要みたいですので、えー、こちらね、狙ってた方はかなりいいのではないのかなと思います。まあ一つ注意点としては、 下を見てるとですね、この今のドコモのね、あの回線っていうのが、 ちょっと遅いみたいなんですよね。まあ、こちらね、ニュースとかにもなっておりますので、知ってる方はね、多いと思いますし、利用している方はね、ぜひね、コメントいただければなと思うんですけども、まだ改善されてないんじゃないのかな。昼間とかね、かなり遅いみたいですので、この点だけ注意は必要なんですけども、まあ、やはりね、これですよね。海外で20ギガね、えこの2970円の中でね、利用することができるということで、狙ってた方はぜひね、こちらも概要欄に載せておきますんでね、ぜひエントリーして乗り換えね、しちゃって やってみてください。D ポイント2万ポイントですからね。めちゃくちゃいいですよね。 それでは次です。先日ね、楽天モバイルね、え動画え、ここら辺ちょっと出しておきますけれどもえ、紹介させていただきましたよね。まあこちらは、え電話番号乗り換えで14000ポイント、新規の方は7000ポイントもらえちゃうということで、まあ私はね、ちょっとね、この前乗り換えたばっかりなんで、新規の方で申し込みさせていただいたんですけども、ぜひね、サブ端末でこちらね、乗り換えめちゃくちゃおすすめっていうふうになります。乗り換えただけで14000ポイント、またね、 え、デモりも OK ですし、え、副回線も2回線目以降もね、OK っていう風になりますんで、非常に強いね、キャンペーンがやっております。このページからね、入らないとこの特典を受けられないということで、概要欄にね、こちら載せておきますので、まあ、そちらからね、利用していただければなと思うんですけども、このね、楽天モバイルでね、12歳までとってもお得最強子供プログラムっていうのが始まったんですよね。こちら12歳までずっと実質480円。 税込み528円で利用することができるっていうキャンペーンがね、先日から開始になりました。こちらはですね、まあこのキャンペーンとは別にはなるわけなんですけども、まあ、お子様ね、12歳以下の方ね、いらっしゃるのであればですね、月々528円でね、利用することができちゃうっていうふうになりますんで、 これはね、本当にめちゃくちゃ強いですよね。もちろんこれでね、契約していただいても、月々ね、3ギガ使えますし、海外2ギガはね、入っておりますので、またね、楽天モバイルのね、一番いいところは、楽天リンクで電話するとね、通話料が無料なところなんですよね。私もね、この楽天モバイルって基本的にずーっとね、今契約してるんですけども、やはり一番強いところは、楽天リンクで電話代が無料っていうところと、またね、海外で2ギガね、使えるっていうのはね、 本当に強くてですね、まあ契約してるっていう感じなんですよね。えー、もしね、お子様いらっしゃる方であればですね、まあ普通に使うよりですね、お得に利用することができてしまうっていう風になりますんで、こちらもね、概要欄にリンク載せておきますんで、ぜひね、こちら、えー、利用してください。で、一応ね、ツイッターでね、ご質問いただいたんですけども、これ入らなきゃいけないんですよね。 安心コントロール by アイフィルターっていうね、これ月々330円かかるんですけども、こちらね、未成年の方だったかな ?18 歳未満だったかなちょっとね、お金、あ、18歳未満ですね。入らなきゃいけないんですけども、こちらね、 はい、説明不足でね、申し訳ないんですけども、これで、ね、解約することできますんでね、保護者の方の、えー、フィルタリングサービス不要申し出書っていうのをね、提出していただければ、この330円もね、かからないで維持することができますので、この点ねえ、ぜひ覚えておいていただければなと思います。まあ、こちらのキャンペーンもね、非常に強いですし、まあ、これね、普通に、あの、サブ端末ね、ある方はね、これめちゃくちゃおすすめなんで、これもね、ぜひね、検討していただければなと思います。 それでは次にですね、なんとポイントインカムでまたね、新規登録していただいてポイント交換すると amazon ギフト券が必ずもらえるキャンペーンが来ております。ポイントインカムね、ぜひね、登録されてない方この機会にね、登録していただいてまたね、ポイント交換していただければ100% amazon ギフト券1000もらえるっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひ利用してください。で、今ね、あの、YouTube の概要欄にですね、このポイントインカムのね、URL を載せると、なんかね、あの、エラーみたいな感じでクリックできないので、えっと ANA、ANAJCB のえ特別 URL をね、概要欄に載せておきますんで、そこから新規登録してもね、変わりませんので、そこから新規登録していただいて、 その後ね、案件1個利用していただければですね、確か私の紹介 URL と200円か250円もらえますんで、ここら辺とかですね、あとね、非常におススめなのは、これですね、アリスプライム。今ね、私もやってるんですけども、こちらね、3880円で、え初月無料で2ヶ月目から3880円かかるんですけども、ポイントインカムでね、4000円もらえるんですよね。 これ案件ね、普通にあの決済仕様にもなりますし、100%案件なので、こちらはね、あの別としておすすめっていう風になります。こちらね、ポイント付与がね、承認2ヶ月ぐらいかかっちゃうんで、まあこちらもこちらもね、利用していただくとね、このポイント交換っていうのはね、あの今月中にしなきゃいけないので、まあこれはね、普通におすすめっていうところで、まあ一番おすすめなのはですね、こちらなんですよね。レボリュートですね。なんとね、今ポイントサイトに案件がありまして、これね、1週間でね、 あの、ポイント付与もらえるんですよね。で、こちらね、android も、え、iPhone もね、ありまして、新規でね、カード申し込んでいただいて、え10日以内に物理カードの発行の申し込みと、4回以上の決済、3000以上ね、利用していただくと、1600円もらえるんですよね。で、1600円もらえて、さらにですねえ、ポイント交換していただければ、amazon ギフト券も1000円もらえるっていうふうになりますんで、 こちらの案件がね、非常におすすめです。ポイントサイトね、ポイントインカム登録されてない方はですね、こちらね、利用していただくと、Android も iPhone もね、同条件で1600円分の案件ありますので、ぜひね、こちら利用してください。で、注意していただきたいのは、こちらですね、3000円以上ね、4回以上の決済で使わなきゃいけないんですけれども、 こちらですよね。IC カードのチャージとか、電子マネー等のチャージ、ギフトカードの購入、ギャンブル、お金の送金とはね、ここら辺はね、ポイント付与対象外。まあ、これで、ね、3000以上で、ね、4回以上の決済で使わなきゃいけないんですけども、これね、ダメなんですよね。 ダメなんですけども、一応ね、こちらは余談でね、自己責任になるわけなんですけども、まあ、試してはね、いただきたいんですけども、これね、アマゾンギフト券をね、レボリュートで決済すると、アマゾンで乗るみたいなんですよね。ですので、あの、アマゾンで普通に購入したとみなされて、ポイント付与をもらえるかもしれないので、まあ、一応自己責任はなってしまうんですけども、まあ、試しては見てほしいかなっていうところですね。まあ、4回の決済分けてですね、 3000なんで750円かな。えー、Amazon g 券4回購入していただければですね。まあ、もしかしたらね、このポイント入るかもしれませんので、まあ、そしたらね、そのポイント交換していただければ、えー、Amazon g 券さらに1000もらえるっていう風になりますので、まあ、こちらがおすすめっていうところですね。で、このレボリュートね、知らない方いらっしゃると思うんですけども、レボリュートっていうのはですね、プリペイドカードなんですよね。 フリペイドカードなんですけども、外貨事務手数料はね、かからないフリペイドカードっていう風になるんですよね。このレボリュートっていうのはね、これが今あるんですよね。クレカからチャージすると、えチャージ手数料が1.7%かかるんですよね。こちらね、昨年からだったと思いますけども、導入されて、クレカからもうチャージできないじゃんみたいな感じでね、今銀行振込みしかな、ね、い利用することができないんですけども、こちらね、今月一部のクレジットカードから、 チャージ手数料を無料にするっていうのをですね、もう報道機関にこのレボリュートがですね、え答えてるね、あのー、報道がもう出てるんですよね。あとはもう発表を待つのみで、まあ、どこのクレジットカードがね、え無料になるか正直わかんないんですけれども、ま、あいずれにしてもですね、今後ね、クレカチャージで利用することができて、しかもね、外貨事務手数料も無料でね、利用することができるっていうふうになりますんで、海外で利用されたいっていう方はですね、非常におすすめなんですよね。 で、またですね、銀行振込みでこのレボリュートに入金していただくと、無料会員でも一月2万五千まで海外の ATM で現金を出金することができるんですよね。 ですので、日本からね、もう出国するときとかね、私いつもレボリュート持ってってますので、もうね、あの、外貨にね、日本で交換しないで、現地に着いてからですね、ATM とかでね、出勤する。こちらね、無料で出勤することができますので、これね、非常におす,すめです。で、またね、決済するときはですね、外貨事務手数料ね、かからないですし、まあ、 事前に、ね、アプリ内で、えー、日本円からね USD にね交換しといていただければ、まあ、手数料無料でですね、当日のね同じようなレートでね交換することができるっていうふうになりますので、非常にね、おすすめです。で、このね、レボリュートっていうのはですね、先ほど言った通りね、今はクレカチャージ手数料が1.7%かかるんですよね。ですので、今は銀行振り込みしていただいて、まあ、利用していただくっていうのがおすすめで、このレボリュートね、結構ね、 あの、キャンペーンも多くて、ちょっとね、一緒に紹介しようと思ったらね、4月の20何日に開始になって、ゴールデンウィーク中やってたキャンペーンなんですけども、もうね、終わっちゃったんですよね。キャンペーンがね、ちょこちょこやってますんで、今回もね、えっと5、5%還元かなんかのね、キャンペーンやっておりましたので、まあ、持っといてね、損ではないかな、なんていうふうに思うのと、やはりね、外貨事務手数料もかかりませんので、おすすめっていうところですね。で、またね、今はチャージ手数料がかかるんですけども、 実はね、このルートはまだね、使えるんですよね。今はこのチャージ手数料がかかるので、まあ利用することをね、ちょっとしづらいんですけども、アメックスから AUPay p a y p a y AUPay p a y p a i からレボリュートレボリュートから ANAPay、で ANAPay から楽天キャッシュっていうこのルートはですね、ちょっとここがですね、Android しか対応しておりませんので、あの Android ね、 どちらでもじゃないですね。Android を持ってる方じゃないとですね、利用することがね、ここまではいけないんですけれども、このルートがですね、生きるんですよね。今ね、Android のスマートフォンって、このアメックスからね、楽天ペイまでね、持ってくってなると、アメックスからね、直で楽天エディにね、チャージするしかないんですよね。 還元ゼロでね、利用することしかね、えー、利用方法、今はないんですけども、もしね、このクレカチャージがね、手数料もしね、なくなって、a u p プリ p イド p a ね、対象に入ったらですね、0.5%還元取りつつ、a n a p で0.5%還元取りつつ、このね、楽天キャッシュのね、残高ね、持ってけるっていう風になりますんで、もしかしたらこのルートもね、あの、 開通するかもしれませんので、まあ今現地でもね、このルートは利用することができるんですけども、これがありますんでね、ちょっとね、あの、損しちゃう部分がありますんで、まあ私の動画ではね、滅多に紹介してないんですけども、このチャージ手数料がなくなったらですね、このルートね、生きるっていうふうになりますんで、まあこれもありますしね、今回の案件でね、まあ決済する必要はございますけども、特にね、損するわけではございませんので、ぜひね、このタイミングでね、発行していただくのはね、 おすすめっていうふうになります。で、このレボリュートはですね、外貨事務手数料ね、まあ、無料で利用することができて、まあ、おすすめなんですけども、チャージするのがめんどくさいっていう方はえ、こちらのクレジットカードはね、おすすめです。三井住友プラチナプリファード。まあ、私もね、海外でも結構メインなカードとしてね、まあ、使わせていただいているえ三井住友プラチナプリファードなんですけども、このカードね、外貨事務手数料2.2%かかるんですけども、このカードはですね、 外貨決済ね、3%還元なんですよね。ですので、0.8%プラスでね、利用することができちゃうっていうクレジットカードなんですよね。で、またね、新規入会キャンペーンもね、強かったりしますので、概要欄に載せておきますけども、特徴ね、非常にね、おすすめっていうふうになります。やはりね、海外ね、行く方で、毎回チャージするのめんどくさいっていう方は、 このね、三井住友カードのね、プラチナプリファードね、ANA マイルを貯めるね、メインカードにもなりますし、まあこういった感じでね、実際に利用した感じでもですね、非常にお得にね、利用することができたっていう風になりますので、もうチャージするのがめんどくさい。一つのカードでまとめたいよっていう方はね、この三井住友プラチナプリファードね、外貨決済3%還元なんで、この特典が付いてるってね、こちら3万3000ぐらいね、年会費かかるんですけども、まあ新規入会キャンペーン強くてね、え結構なマイル取れて、またね、こちらも も利用することができてこの外貨決済3%っていうのはね年会費16万5000円のねアメプラにしかねついてないような特典ですのでこちらね非常におすすめっていうふうになります。 ま、こういった感じでですね、チャージしてもいいよっていう方はですね、ぜひね、今回のタイミングで、このレボリュートですね、発行ね、してみていただければなと思います。Android でもね、iPhone でもね、1600円分で、ね、ポイント取れる。またね、ポイントすぐ交換していただければ、あまりさらにね、1000円もらえるっていうふうになりますんで、これはね、非常におすすめです。はい、ということで今回ですね、1週間のニュースね、まとめて紹介させていただきました。いやね、ユナイテッド航空のマイレージプラスね、本当によくわかんないですね。 はい。本当にここ一週間で解約になってまたちょっと持ち直すっていうね。こちらね、ちょっとね、びっくりですよね。私はね、もう国内線もね、悪くなるんじゃないかと思ってた矢先に、えー、まさかのね、国内線は良くなるっていうね。 はい。ですので、イナイテッド航空ね、ちょっとね、まあ私は様子見た方がね、しばらくはね、いいかな、なんていうふうに思うんですけども、まあこういった感じでね、しばらく利用することができるのであればですね、まあ羽田から札幌ね、往復1万マイルですからね、めちゃくちゃいいですよね。まあ ANA の特多見マイルキャンペーンに比べるとね、まあちょっと必要マイル数は多いですけども、まあキャンセル変更も無料ですしね、マイルは有効期限ないっていう風になりますんで、 これはね、ちょっとね、迷う部分ではありますけども、まあ、悪くはないですよね。まあ、ちょっとね、様子見ながらですね、またね、何かありましたら、えー、動画ね、出したいなと思いますので、ぜひね、チェックしていただければなと。 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで PP 診断、マイル診断、マイルクリフト診断、ポイントシャイ診断ね、やっておりますので、ぜひこちらから無料で利用することできますんでね、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。